皆さんこんにちは。では今回は各要名詞1ステージ目そのラスト、トーノラトリアをプレイしていきます。はい、ラトリアね。高1はさ、難しい上に怖くってさ、結構トラウマな人多いんじゃない？まずこっちは違うか。はい、なんか塔と言いつついきなり牢獄みたいなところから始まるんですよね。この鈴の音、これが恐ろしい。よいしょ。鍵がかかってて開かない。なんかうめき声の、おっと、こいつ、あー、このタコタコ星人ね、こいつがやべえ。お、鍵を入手。よし、この鍵があればいろいろ開けられるかな。ほいほい。希望の牢ってなんだよ。今までのエリアと違って結構探索しないとね、先がわからない感じがあったりして。鍵を入手することで以前行けなかったところに行けるようになったりとかね。それこそこの前のところ、腐れ谷なんて行けるところ限られてたから。はい、出たこ。もうね、ビームを食らうと拘束されるんですよね。よいしょ。痛い。この野郎。どうだ？あ、いいね。クレームは使えば怖くないかもしれない。あ、で、この新鮮な香料っていうのが、MP 回復アイテムだから非常に便利。やっぱりね、武器だけだと攻略の幅も狭いので、魔法も使うことにしました。というわけで今回はね、魔法の武器装備してきましたからね。祝福武器とか魔法攻撃力ある武器って、なんか基礎値が高いんだけどエンチャントできないんですよね。その点、今のこのクレーモアとかは無属性なので、魔法の武器とかで強化が可能です。松屋に塗ったりとかね。次どこ行くんだ。イーズ、ヘルプミー。鍵拾ってたの忘れてたよ、もう。じゃあ先進みましょうか。はい、次でーす。このザコ相手には、とりあえずメイスがいいかな。うん、アイアンメイデン。恐ろしいね、デザインだよね、このマップ。まさにダークファンタジーって感じがして、すごくワクワクするところではありますが、来た。なんだ。ほいほいほい、おいでー。2発で殺せるって思うと怖くないな、もう。鍵ゲット。はい、4階はみんな開くな、これで。あー、セーフ。はい、とりあえず4階に戻ってきました。
なんか映像を見てると似たような場所をうろうろしてるから、どことか分かりづらそうだね。よいしょ、よいしょ。鍵爪、これもいい武器だね。ちょっと使いたいけど攻略では厳しいかな。あ、隠密担当、これもいいね。先進みます。で、確かここタコがいるから、あー、やられちった。これね、この連続技でね、たくさんの人がやられたと思いますよ。はい、お歌が読みました。 You're an ordinary human, aren't you? Where do you call home? 意外と綺麗な声しますね。 Dear me, I shouldn't cry. Oh, perhaps I've had better days. I was once the wife of royal... 奥様、奥様からは、あ、新鮮な香料ってたった200なんだ。ちょっと買っちゃいましょう。新鮮な香料12個くらい。これで20個持ちになった。Now I can stay here. 上に行かなくて済むってどういうことなんですかね。Oh, human are you? I am Freyk. I have been trapped here for ages.Perhaps you could help me get... I am a sage, and I can lend you my power in return. Oh, take heed of those octopus-headed guards. タコ頭の監視に気をつけるのだぞ。賢者なのに閉じ込められやつ。そしたらフレーキはどうやって救えるんだったかな。あ、もっと降りられるんだね。そう、これ忘れがちな希望の鍵。開けられたっけ？あった。結構危なかった。お、うめいてた人。Well, my name is Ridiel. Please liberate me from this cell. I have precious little time. I must. ライデルさん、ソルタンになったまま出られなくなっちゃったのね。救ってあげたいところだけど、結局この怖い声出してたのはこのおっさんだったっていう。ことなんだよね。なんかすごい魔法打ってくるやつ。強敵なので使っちゃいますか。お見せしましょう、魔法の武器。うわあ、マジで。ある程度離れると攻撃がやめと。この囚人の塊だっけ。あ、意外と強かった。なんだっけ、バリスタ？
しい。あ、そういうことか。これを取るでしょ。うん。で、こっから登れると。おお、怖い怖い。さっき拾ったのは、専用通路に入るための鍵。うんうん。どこだろう、専用通路って。足元注意だよ、本当。あ、ここか。ああ、あそこにタコタコ星人がいるから。しかもね、多分ね、2匹いるよ、ここ。ああ。やっぱいる。おいおい。おいや。よし。先進みますか。ここを開けて、でこっち側からレバーを引けば、さっきの装置が止まって、うん、急ぐ人なんかここはね、ローリングでタイミング良ければ一気に渡れちゃうから。まあ私はやったら失敗して死ぬね。それで、よく覚えてますとも。あのまままっすぐね、行くと、愚か者の偶像を倒せないんだよね。いや、見事にはまりましたよ、初見プレイの時は。本当にわけわかんなかったもん、あれ。探索不足はいけないってことなんですよ。ほいじゃあ、あいつを殺しに行きますか。なんかやってるやつ。What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. 本当？本当かな？I won't.これ取るか。特別牢の鍵ね。よいしょ。はい、死ね。というわけで、こいつは悪いやつなんで、ここで何かの魔法をかけてました。あいつを殺さない限り、ここのエリアのデーモンは無限に復活します。よし。そしたら確かこの辺りさ、降りられる。よし。失敗しない。あ、危ない。OK。で、この下に、黒ファンがいる。せっかくなので倒す。よし。やっぱ体験強いな。お、どうだ。
撃破。うん、いいものくれますね。来ました。さ、ボスを倒しに行きましょうか。偶像ターン。偶像ターン。デモンズの中でもかなり美人だよね。で、ここら辺のやつらなんかすげえ邪魔なんで全員殺しましょう。しっとりしたバトル BGM がいいですね。まあ容赦なく全員殺して、お、戦闘開始かな。じゃあやるぞ。おお、そういえばそうだったね。そうだ、ものすごい威力だ。で、敵がこの細っこい方を撃ってるやつは偽物。うん、ここの太いのを撃ってくるやつが本物。おっと、よいしょ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 。あれかな、本物。あら、違うの。よし、あれが本物。じゃあここで延長して、ギュイーン。くらい。やりました。というわけで、あんまり強いボスではないんですけどね。デモンズ恒例のガーゴイルタクシーですね。ほんで、はい、人形のデモンズソウル。愚か者の偶像のソウルね。はい、では今回は塔のラトリア1をクリアしたところまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。